おはようございます。今日は6月になりました。6月1日、日本海側金沢の北に少々行ったところです。石川県の、ここは何市になるんですかね、今河北市か、七尾線の沿線、まあ、鉄道には今日は乗りません。能登半島の観光です。能登半島には七尾、それから和倉温泉という有名なあの場所がありますけれど、でもやっぱり能登半島自体を楽しむには自動車がないと厳しいというわけで、今日は運転していただきます。よろしくお願いします。あの輪島とか鈴とかですね、まあ、あの六甲崎とか、まあ、いろいろと能登の名所はあるんですが、海のきれいなところ、日本海側で最大の半島となっています。石川県のなんか大半は能登半島っていうイメージあるんですけど、まあ半分ぐらいは能登半島に属しているようです。ただ見てみると付け根のあたり、この辺はね、あの氷見とかそっちの方は能登半島でも富山県になってるんですね。本日と明日と1泊2日で能登半島をぐるっと回ってですね、で最終的にこの辺りにある能登空港から羽田に帰ることになっています。この能登半島の付け根にある河北市、まあ、この辺りでちょっと一回イオンとですね給油を寄ってドライブの準備、そしてこれから先乗るのが能登里山街道という有料道路です。有料道路って言ったんですけど、まあ、正確には自動車専用道路っていう言い方がいいのかな。有料じゃありませんからね。もともとは有料道路で、能登有料道路と言ったそうなんですが、これは北陸新幹線が開業する頃に無料になったんだそうです。もともと能登半島石川県の北部へのアクセスはかなり悪く、すぐ、まあ、日本海側といいますかね、まあ、北陸本線側というか、すぐの側とかで、お景色 めちゃくちゃいいですね、これね。すぐ、その、まあ、なんていうんですか、福井県とか富山県とかつながっている側と比べ、半島側は、大変便利が悪く、どうやってそこへアクセスするか、かなり難解だったようですが、まあ、この道路の開通によって相当便利になったそうです。実際私もね一度通りましたけれど、前に一度のんびり屋さんにまた車を運転していただいて、この里山街道を通ったこともあったんですが、もう能登半島の縦の移動、これだったら一瞬ですからね。他のところはまあやっぱり一般道だと時間がかかり、ちょっと大変なのかもしれません。能登の観光には欠かせない道路だと思われます。この道路はまだ未完成なようですが、南側はとりあえず完成しているそうで、この金沢市の北方、金沢港のすぐ近くのところから出ます、まあ、内灘というところから出発して、ずっとこの能登半島白衣とかその辺りをずっと北へ進み、その後インターチェンジから、まあ、七尾の方面へ分岐する別の道路もともつながっているらしいんですが、最終的には穴水、現在能登鉄道も通っている穴水、そのところまで今伸びているそうです。またさらに北へ伸ばす計画もあるということです。本当にこうやって見ると能登半島って大きいんですよね。あんまりね馴染みがないですから、能登の奥の方がどれだけ遠いのかということ、私も車で実際に走ってみるまであまり分からなかったんですけれど、石川県って本当に昨日も言いましたが、なんか半分ぐらいは能登半島なんじゃないかなっていう気がします。実際そう思って間違いないですか？まあ確かにそう思って間違いない。ああやっぱそうですか、ありがとうございます。左側に見えているこの海ですが、この先に千里浜と呼ばれているところがあって、あそこにもすでに自動車が1台止まってますけどね。今日は釣りなんかしている人もいるようですが、この辺りの砂粒は大変細かいということで知られています。さっき調べたんですが、まあ、通常は1ミリから、0.5 ミリぐらいがまあ普通の砂粒の大きさらしいんですが、まあ、ここはね 0.25 とかなんかそれぐらいの 0.25 じゃないか、いやいいんだ、 0.25 ミリメートル、だから1ミリの4分の1ぐらいの砂粒の大きさしかないそうです。そのきめの細かい砂に海の水が染み込みますと大変よく固まるんですね。でビチッと真っ平らになって、自動車のタイヤも空転しないで進むことができるほど硬くなるそうです。まあ、だからこれから先、もう多分この動画のサムネイルにもなっていると思うんですが、自動車もしくはまあオートバイなども場合によっては通れるらしいんですけれど、そういったもので波打ち際を走行することができる珍しいところがあります。一旦そこで降りて車で走っていただこうというわけです。落下物は落とし主の責任。広大な砂浜の彼方に能登半島の先の部分も見えますが、やはりこの隣の石川県民のんびり屋さんにも伺いましたけど、やっぱね石川県に住んでる人でも能登半島の先っぽっていうと、あーあっち側かとかなり遠く感じるんだそうですよ。前方を見ると風が強いんですね。木がねみんなこう右になびいて立ってますよ。いつもいつも受けているからあっちへあっちへとこう曲がっていくんでしょう。よくその様子がわかります。左側にずっと先から海が続いていますよ。今見えませんけど前方に看板が見えてきました。左側、なぎさドライブウェイにこれから向かいます。それが千里浜です。オムライス町って書いてありますけど、なんかこの能登半島はねオムライスの発祥というか、オムライスを考えた人がここ出身らしくてね、
まあ、そんな話もしてますが、道にこういう風に砂が増えてきて、あの前の車も観光で来たんでしょうね。前にも来たことがありますが、やっぱり晴れていると景色が違います。これはもうこんなのがあるのはね、日本でもここだけですよ。なんなら世界にもこういった場所は3箇所しかないそうです。これが千里浜渚ドライブウェイの支店で、今日は土曜日ですから観光客も多くいます。バイクも走ってるわ。ちゃんと走れるんですね。大したもんです。これは雨の日だとね、もっと砂がしっかりと噛むらしくて、まあ、このちょっとこう何ていうんですか、濡れていないようなね、色が違う部分だと結構砂がこう乾いていて車がスタックしてしまうということもあるらしいんですが、ともかくこの部分は、これ運転してて感覚としてはどうですか？あんま変わんない、普通の道と同じですか？普通の道とはちょっと違うけど、あ、やっぱ違います。まだでも運転はしやすい方なんで。おお、いやこれ前にもね来ましたけど、やっぱ面白いですよ。ここは能登半島で一番分かりやすい名所かなという気がします。すぐ脇普通にこう波が寄せてますんでね、完全に波打ち際ですんで、まあ、かなり波のギリギリのところまで攻めて止まっていたり、そういうところを行く車バイクなどもあるのかもしれませんが、あの人もバイク立ち乗りしてね、なかなか楽しそうです。立ち乗りはしてないか、いや立ってるな。おー、本当に同じですからね。これもう完全に砂の上を、まあまあ今何キロ出てます？50キロほど。すごいですね。風に吹かれてもう目の前に自動車が止まっている、その光景もまた面白いです。この波の音を普通に真横から聞きながら、すぐそこにあるね、それを見て、これはね前にも来てもう一度2度目の来訪なわけですが、とても感激するし、まあ、なんなら前に来た時は天気が悪くてちょっと雨模様だったんですけれど、それでもね素晴らしかったですよ。逆にあまりにも素晴らしすぎるので全天候型になっているということもできるかもしれません。まあ、ただもちろん美しいのは晴れている時だと思います。これでもあれですね、普通にただ能登の移動として経由地点に含むだけでも面白いですね。これそうですね、これこっから先でまた一番先まで行ったところでさっきの里山街道に復帰することもできるんですか？行けますよ。できますよね。ここからまた右に入ればね。あ、なるほど。それもそういうこうちょっとなんていうんですか、ずっと高速道路みたいなところだけ走ってるんじゃね飽きてきますから、一旦ここに寄り道して、ただここを経由してそのまままた、高速道路に戻るってのも面白いかもしれません。さっき霞んでいた能登半島の先の部分もだいぶ見えてきました。サーファーかな、なんかやってますね。サーファーじゃなかった、ただ置いてあるだけでしたね。すみません。じゃあ一旦止めていただきます。おお、すごい。こんな感じですよね。もうすぐ目の前ですよ。本当に景色自体も単純に素晴らしいところですね。別に自動車で走れるとか走れないとか関係なく見応えのある場所だと思います。でもやっぱり奥からこっちへ向かってくる自動車の姿がそこにあると、なおなんだここはという感じがしてきますね。また今来てますけどね、不思議な光景ですよ本当に。この足元の砂ですが、まあ、結構キラキラしてまして、まあ、細かいわけですよね。ちょっと触ってみますけど、ああ本当にこう前も触った時のあの感覚を覚えてますが、もうキメが細かい、なんて言うんだろう、まあ、パウダーみたいな感じですねこれね。本当に砂というよりもなんか粉に近いような気がします。ぴっちりとこう固まっていて、まあ、もちろんこうやればほぐれるんでしょうけれど、なんつうのかな、こうね、これだったら確かにこの硬さ安定感なら、まあ、自動車の上は走れるわという感じです。ちょっと汚くなっちゃいましたね。人の車に乗せてもらいますから、このパウダーもしっかり払っておこうと思います。調べた限りではアメリカとニュージーランドとそれから日本のここ能登にしかこのような海岸はないそうです。ちょっと怖いね。これうっかりしてるとね、水濡れますんで。夏の時期になると自動車の通行量はかなり多くなるんだそうで、まあ、そうするとやっぱりちょっと危ないということで車線などが設けられるそうですが、まあ、今のまだ6月のシーズンであればこのような感じ、まあ、好き勝手に割と走れる面白いスポットでした。
今教えていただいたんですけど、夏の時期になった時ここにね速度制限の標識もまた出るらしいんですね。でも今は出てないから、まあ、ある程度常識的なスピードで走る分には、まあ、そんなに気にしなくてもいいのかなという感じでした。みんなだから思い思いのこう早く走ったりゆっくり走ったりのそれぞれのペースでやっているようです。ちょうど路線バスも来ましたよ。路線バスじゃないや、あの観光バスも来ましたよ。ガイドさんが今案内してますけどね、鈴風って書いてあります。すごい景色だ。結構波打ち際ギリギリまで攻めますね、あのバス。サービス精神旺盛です。あ、よく見たら前にももう一台バスがいますわ。すごい景色だ。これをバスとかが走っているのを外から眺めるっていうのがまた面白いですね。なかなかデコボコの道のようですけど、運転のほどはどうなんでしょうかね。波が少し霞んでいて、砂はあんまりでも巻き上がっていない。すごいですよね。東南アジアなんかね、街中走るだけで砂ぼこりが上がるっていうのに、こっちではの砂の上を走っていても砂ぼこりは大して上がっていません。よし、じゃあ次にまた能登半島の北側を目指してよろしくお願いします。これが夏の時期になりますと、もう相当の車の数だそうで、海岸には車がずらっと並び、海が見えるかどうかも怪しくなってくるんだそうです。今の時期に来られることができて本当に幸運です。お、タクシーも来てます。今チリハラから戻ってきたところですけども、すぐまた里山街道がありますんでね、アクセスも本当にいいところですよ。これは車で来て寄らない人はいないでしょうね。そんなわけで海岸の付近を過ぎまして、今は一旦この能登里山街道が内陸に向かっているところです。これから先一気にこう北の方まで抜けて、とりあえず目指すのは奥能登の玄関とも呼ばれておりますこの赤く囲われた穴水町です。穴水まではこの有料道路といいますか自動車専用道路でひとっ飛び山の中を、まあ、片側1車線が、あれここは2車線なんですね。一時的に2車線なのかな、ね、あー当番車線があるって感じですね。なるほど。ということですが、あの山の中、片側1車線の道ではありますが、それでもね割とスムーズに抜けていきます。ここから先もぜひ能登の素晴らしい景色をまたご紹介しますから楽しんでください。一旦動画はここで終わると思います。ありがとうございました。